よく晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの8回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。まずはタイガースの先発工藤が甲子園のマウンドに上がります。ルーキーとして戦力になるのかどうか見極める、そんな今日のゲームになります。平田が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。さあゲームが始まろうとしています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。アウトコース見送ってストライクです。ノーボールツーストライクです。三振です。まず一つアウトを取りました。バッターの大島、ここのところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、不調に陥ってる感じでしょうか。はい、今ちょっとねフォームに関してコーチと一緒にいろいろ試してると言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。3番バッターアルモンテ、ツーアウトになっています。マウンド上工藤、そして初球打ち取ってスリーアウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。守ります。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の山井。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターはイチロー、昨日のゲームで5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には先制のランナー、バッターボックスにはえのきだ、そして塁上には俊足のイチロー。積極的に盗塁を狙ってほしいですね。本当にそうですよね。初球大きく外れています。打ちました。阿部セカンド送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターボックスは3番山川、昨日のゲームではなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いや当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあこの調子を維持していけるか。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、バッテリーも打ちました。この打球はフライになっています。ライト掴んでワンアウト、バッターボックス高橋、まずはワンアウトを取っています。空振り、打ちました。これはどうか、センターに抜けました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。打席には6番バッター阿部、ここのところ当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ、豪快なスイングは空振りになります。力のあるまっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク、ノーボールツーストライク。3球目打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、うまく滑り込んで取った、いいプレーが出ました。いいプレーが出ました、ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、よく追いつきましたね。ナイスプレーですよね。バッターは7番に入っている京田、
昨日はマルチ安打を記録しています。ツーアウトになっています。空振り。さあ2球目は何か。2球目打ちました。ショートうまくさばいて一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。清原打席に入ります。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。はい。さあ今日も初球打ち、ファウルになります。ボールになります。打ちました。取りました。一塁へ。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。ご覧いただきましょう。走りながらのこのキャッチ、ファインプレーに阻まれました。まあよく追いつきましたよね。初球は何から入ってくるか。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターは牧。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、早くもツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。2球目打ちました。ヒットになった。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー1塁。さあ先制のランナーが1塁です。バッターは鳥谷。そして塁上には俊足の牧。おそらく走ってくるでしょうね。ああやはりそうですか。初球打ち、これはどうだ。センターへ抜ける。これで4試合連続安打。ツーアウト二塁一塁。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。やはり早めに先制することが大事なので、ここで点を取っておきたいですよね。うん、そうですよね。まあ彼は逆方向にも打てますから、相手からすると嫌なバッターですよね。はい。さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。変化球、これは決まりました。切れてますよね。はい。アウトコース変化球が決まってストライク。打ちました。この当たりはどうか。大島が抑えて3アウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレー。3回の表ドラゴンズの攻撃。8番バッターはキャッチャー加藤。2試合当たりが出ていません。タイガース得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。打ちました。ショート弾く。ボールを拾って、これはショートのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には先制のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。送ります。取りました。ファーストランナー飛び出している。1塁送球アウト、ダブルプレー。打順はトップに帰って平田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。変化球空振り、3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。初球打ち、これはどうか。センターに抜ける。プロ初打席で初ヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター一郎。前の打席はジャストミートでしたよね。はい。今日はタイミング合ってるようなんで。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には榎田入ります。さあ先制のチャンスです。早いうちに先制して相手にプレッシャーを与えたいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち、これはどうだ。破りました。センター前、バックホームする。これで3連打、ノーアウト満塁です。バッターは3番山川。チャンスが広がっています。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。
初球打ち、ぐんぐん伸びていく、入った山川、今シーズン第21号の先制満塁ホームラン。これで4試合連続のホームラン、タイガースが先制しました。4対0。クリーンナップから飛び出した一発になりました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー、もう本当に期待通りですよね。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。バッターは4番清原。タイガースホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打順は5番金本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファールボール。打ちました、ショート取った。ツーアウトになりました。バッターは6番牧。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース5対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。早くも突き放しにかかりました。7番バッター鳥谷。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。初球打ち、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボールです。次が2球目。打ちました、セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回、回は4回の表、追いかけるドラゴンズの攻撃。打席には2番バッター大島。先ほどの打席はライトフライに倒れています。タイガース大きく点差をつけて、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。山川抑えてワンアウト。打順は3番アルモンテ。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。工藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、掴んでツーアウトです。打席には4番バッタービシエド。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトになっています。ストライクになります。あっという間にツーストライクです。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、タイガースがリードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックス田中。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。初球打ち、高い打球レフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。次はピッチャーの打順ですが、先発の工藤がバッターボックスに入ります。前の打席はヒットを打ってますよね。ここも狙ってるでしょうね。そうですね。2球目は何で来るか。落ちる球を選択しましたが、手を出しませんでした。ボールになります。これが4球目。ボールになります。打ちました、阿部。アウト、2アウト。打順はトップに帰ってイチロー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。
いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。ええ、さあここも打っていけるか。ツーアウトランナーありません。インローボール。インサイド落ちました。これはどうか。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バッターボックスには5番高橋。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。これが3球目。ファウルです。変化球空振り、ワンアウトです。打席には6番バッター阿部。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。工藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターボックスは7番京田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。またファウル。打ちました。この打球はフライになっています。マキ掴んでスリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対0、タイガースがリードしています。5回の裏、タイガースの攻撃。2番バッター榎木田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。引っ張った、これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打席には3番バッター山川。先ほどの打席で先制となる満塁ホームランを放っています。いいところで見事な一発でしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど。打った、高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。高めに浮いたストレート、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。タイガース7対0。頼りになる男がやってくれました。ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。ここは当然という交代でしょうか。ドラゴン、さあマウンドを任されたのは鈴木。今シーズン初登板です。さあまず1球目狙っていって空振りです。これが2球目打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。5番バッター金本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、取った。2塁送球、セカンドフォースアウト。打順は6番牧。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで、余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうです。打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日も3安打猛打賞。ワンアウト三塁二塁です。バッターボックス鳥谷。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。真ん中打ちました。これはセンターに抜けました。三塁へ送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。打席には1番バッター田中。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、強打。二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏チャンスの場面、弾き返すも外野へのフライとなります。先制のチャンスを逃します。
3回の裏ノーアウト満塁の場面、3番バッター山川、初球から狙っていました。タイガース一振りで先制。続く攻撃、2アウトランナーなしから6番牧、その初球でした。タイガース1点を追加します。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、打順は8番加藤。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。三振を取りました。まず1つアウトを取りました。バッターボックスには代打の福田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。これでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター平田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになる。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。まあしっかりとタイミングを外しましたよね。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。8対0、タイガース大量リードしています。ドラゴンズ6回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号14、谷本がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。先発の工藤がバッターボックスです。今日は当たってるようなんで、どんどん積極的に行ってほしいですね。そうですね。打ちました。ヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って一郎。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。セカンド取った。セカンドフォースアウト。2番バッター榎木田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。引っ張った。サード取った。一塁送球。ツーアウトになりました。打順は4番清原。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球打ち。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。レフト線を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガースレフト前へのタイムリーヒット。10対0、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスは5番金本。打ちました。これは入るでしょうね。頭上ぐんぐん打球伸びて突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース12対0、クリーンナップから飛び出した一発になりました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。バッターボックスには6番牧。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー、当たってますよね。絶好調じゃないですかね。非常にいいバッティングを見せています。タイガースホームランで得点を挙げています。アウトロー外れます。アウトコース外れます。5球目は何で来るか。打った、抜けていきます。これで3連打。2アウトランナー1塁。バッターは7番鳥谷。
先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。いい当たり、これはどうだ、センターへ抜ける、これで2試合連続の猛打賞、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは8番田中。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーは二塁、インサイド打ち上げました、左中間へ打球伸びる、アルモンテが掴んで3アウトです。しかしゲームは7回の表です。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックスは2番大島。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。タイガース大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。さあ里崎さん、これが1球目、初球簡単にストライクを取ります。変化球で空振りを取ります。これで2アウト。バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。12対0、タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開に。初球打ち、強打掴んで、とです。打順は1番に帰ります。バッター一郎、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打った、取りました、ツーアウトです。バッターボックス榎木田、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待します。これも初球打ち、内野を抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには3番山川、今日は2本のホームランを放っています。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、これで3安打猛打賞、ツーアウト二塁一塁。バッターボックスには4番清原、大きくリードしてますけど手を緩めずどんどん攻めたいですね。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターボックス金本、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。初球打ち、ヒットになった、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。ドラゴンズピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは三嶋、今シーズン23試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。まずは見送ります。ワンボール、真ん中打ちました、これはどうだ、取った、二塁へ、スリーアウトチェンジ。しかしこのゲームは8回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは5番高橋、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そう、初球ストライクを取りました、空振りになります。ノーボールツーストライク、変化球で空振りを取ります。10個目の三振でツーアウトを奪いました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打った、工藤取って、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。8回の裏に入りました。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは鳥谷、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い、大量打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。これが初球、初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。打ちました、ライトに上がった、ここは打ち上げています。セカンドランナータッチアップ、
さあ打席には先発の工藤が入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。うん、そうですね。引っ張った、ファースト取って一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って一郎、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。打順は2番榎田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球ボール、打ちました、阿部一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。試合は最終回まで来ました。追いかけるドラゴンズの攻撃、8番バッター加藤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックスには代打の堂上、工藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ初球は何か、ファウルになります。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか、引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、サード取った、一塁送球します。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります、バッター平田、今日は3打席全て三振に倒れています。打ちました、取った、セカンド送球、2塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスには2番大島、今日はまだ当たりがありません。ゲッツー崩れでランナー残りました。変化球空振り、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか？そうですね、今日はコントロールも素晴らしかったですし、バッテリーとしては最高の出来だったんじゃないですかね。そうですね、コントロールが素晴らしいと非常に見ていて気持ちが良かったですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。